はい、どうもこんにちは、願い星のレンゲです。はい、願い星の赤木です。今回はこちらが無限ダイナ、そしてこちらが単身雑誌屋ですね。で、対戦をしていきたいと思います。思います。よろしくお願いします。よかった、お願いします。応援したい、よかった。あ、そうか。黙って、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 黙って。何してんだろうな、と思ったら。やばい。最初はグッ、ジャケッポイ。はい、行こうでしょ。はい、行こうでしょ。うわごめんなさい。はい、行こうでしょ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 。ショッ転校、はい、なんかそのずっとアイコじゃない俺でも、そうなのこの前のやつね塾が選ぶんで7枚転校だからまあ、ちょっとまたお決まりついたお願いしまーす。お願いしまーす。1枚ジュラの好きねじゃあ、本当の上に入ります。はい、そしたらポケモン通信で、ベータジェットを押していきましょう。はい、そして、なってるのか。あ、すいません、これ僕ね、ここにね、あれなんですよね、プロキシなんですよね。あ、なるほど。はい、できるだけプロキシじゃないんだったと思うプロキシ屋さん最初に待ってた本物で待ってた、はい、はい、で、後ろの無限ダイヤに確認してもらいます、はい、で、黒バスを変化するために入ってきます、はい、なんかこの流れが安定です、うん、で黒バスに付いたくます、はい、うわ、やっとこれ番号入れ、はい、入れします、はい、ビッグボールでボスの指令を出してします。フィーもくれてるので、じゃあ今から言ったら言うと、はい、スマホで見たしまわす。これ、あ、本当の目が少し通って
使わない言わんといて。いや、このタイミングだったらね、使わないね、絶対に使わない。あ、強いカード来た。
ディザインの話はい無限大に見えてはいどうしたらいいのかなあ、ゲームかなそうこれ、ダシャン取るよあれか。うん、何かしら。グレーンだけど、はい。ちょっと、デザインの方は、はい。もらえたらいいね。はい。ジャイアントが180は、ぴったりなんだよ。で、かといって、こっちで140じゃ死なないと。うん面白い名前ってるよ現在がこれね、いらん人ぐらいでこれ、ちっちゃいのちょっと考えられますはいあの、次のバンドはそうだね次のバンドも終わりにじゃあ、半身前で大丈夫かわいいはい、ということで、無限ダイラの歴史紹介になりますやったやったはい、まあこれはね、完全に僕の好みというかまあ人から借りた構築をちょっと自分なりにアレンジしただけですまあね、最初の環境だったらこうやって思ってたんだけど今どうなのかって言われたら、って感じですねいろいろ肩が出回ってるんで僕は個人的に、まあシンプルなのが一番強いと思ってるんで、これでいいかなって感じですねまず、最初行きましょう、はい、無限ダイラ、これ、V、VMAX ともに了解ですこれはまあ絶対に場面に並べておきたいのと最初の手札で無限大の目線に行きたいっていうのがありますねなので、はい、で、同様、まあ、ドロソなんでクロバットも4青はいで、あとはまあみんな言わずと知れたインベンタージ X ですねまあこれは、そうだな個人的にはまあパワーアクセル反射ケットか、反射ケットをちょくちょく貯めていくっていうので決めることがちょっとありますまあほぼないですね、正直全然、あのそれやってる暇なく勝てるんで全然いいかなっていうところですね。はい。で、まあ、ジグザグマだったら、まあ、さっきの対面でもあった通り、HP280 のポケモンを、まあ、マックスの火力で倒せるように10点をつけておくとか、レデンデを序盤で倒しておくのに1点をつけておくとか、まあ、3の倍数でかかっていくんで、そこに触れないポケモンとかをこいつでちゃんと調整していこうかなっていう感じですかね。はい。あと、まあ、クーパー。
こちらはまあ今流行っているジュナイパー対策なんですけど、正直ジュナイパーはきついです、この時、うん、まあ弱点が草なので、あっちに先殴りされたらもうこっちマジでもう手も足も出ない、うん、クーパーもまあ1体しかいないんで、フラッシュから持ってくる方法もないですし、そうですね、あとはもうデスカウント決めてクーパーでちょっと殴ってもうお手上げっていう感じですよ、こっちは、うん、あとアロレのやつですね。これも結構おしゃれポイントなんですけど、方向を取った場合、エネルギー払わなくても出番の60点、70点が出るので、これでまあそう、ちょっとした打点調整にもなるから、うん、まあ無限大なこれ、あれですね、ミラー対面とかだったらまずまあ負けないですし、あとは闇闇ですね。これは技使うことほぼないです。まあ三振対面だったらブレイブケリバーとか、あとまあオルタージネスとか、あとはそうですね、アルティメットレイとかを縛ってあげればやることがなくなっちゃうので、うん、縛ってあげるのまず強いんですよ。10点乗るしね、強いんですけど、特定の掘り下げるでダート自転車する前にこれ見て圧縮しておくとか、あとはまあドローするときにこれ見て圧縮しておく、まあトップを見てトラッシュするかしないかを決められるので、それで圧縮をしようかなっていう試みですね、はい、あとはクイックボール、まあポケモンが多いので絶対に4枚採用しております。でスーパーボール、ポケモン通信も同様ですね、ポケモンに絶対触れたいので4枚ですね。あとはまあポケモン通信に関しては最初の手札に無限ダイナがかさばっちゃって V が引けないよとか、イベルタルあるけどドロしたいよっていう時にクロバットを持ってきたりとか、あと強いのがね、回収ネットで使い終わったニャースとか必要なくなったジグザグマを回収してドローに回せるっていうのが強いですね、うんうん、あと回収ネット、まあこれは入れ替えの代わりにもなりますし、使い終わったこいつをコストにできたりもできる。まあ、最初は4枚だったんだけど、まあいらないんだなってことで、この枠は後ほど紹介するジャイアントボールに変わっております。で、ダート自転車クラッシュアーマー、こちらちょっとまあ個人的になんですけど、絶対に4枚いらないんですよ。なんだけど枠がちょっと足りないということで、3-3で入っております。ダート自転車さんはもう速度重視ですね。絶対に速い段階に山を掘っておきたいっていうのと、あとクラッシュハンマーはミラー対面ですね。ミラーだったらまあまあ高校でクラッシュハンマーは絶対に当てれば、まあ速度で負けることはないので、まあファークテル挟まれちゃうとちょっと話変わってくるんですよね。まあクラッシュハンマーは三振とかでもね、オーロラ割ってあげたり水煮割ってあげたりとかしてますね。で風船は主にクロバットであったり、進化前の無限大な V、フーパーの目に貼ることが多いですかね。でジャイアントボム、これが偉くて三振対面の180、これ180はまあ三振タイムで絶対180で出してくれて、まあそれで殴ってきた場合に相手にダメ感を10点乗せられるってことで、だいぶ楽になりますね、試合のペースが。うん、100点乗るともうまあ無限大のでワンパンもできるし、フーパーで90乗ればだいぶ強いんじゃないかなというところですね。あとミラーですね、ミラーで先殴ってこられてもこのジャイアントボムがあるんで、こっち殴られた後に最大回復出せれば、先に殴られてもまくれるという感じですね。あとまあ威嚇にもなるんで強いですね。あとは説明でかい、これはまあ3枚入れたいところですけど仕方なく2にしてます。まあ風船があるんでね、いいかなと。でボスの指定博士の研究、こちら3枚ですね。サポーターこれしか入ってないです。正直このデッキタイプに関しては博士ボスこれ以外のサポートを打ってるターンが弱すぎて、これを入れない理由がないですね。あとはまあハッピーマッチボスって言えないので、ボスは多めに入れたいところですね。本当は4なんですけどね、枠が変わってます。で、スタジアム、これは諸説ありますね。スパイクターン入れたりする方も多いんですけど、僕はコントの上に相手のスタジアムを腐らせることを目的としています。で、悪エネルギーが6枚。これはまあ妥当かなと。今だったらまあ、そうですね、常盤の森が三振に入ったりするんで、その常盤の森を有効活用してやろうということで、6枚に。でキャプチャーエネルギーが4枚、これはまあフーパー出したりニャース出したりヤミヤミ出したり、あとは場合によってはジグザグマ出して回収ネットで引っ張ってくるっていうのもありますかね。こんな感じですね。はい、まあ特殊エネルギーはハイドアカ入ってないですし、メズも入って、はい、でいろんな方があるんですけど、正直まあネズが入ってたりいろいろするんですけど、正直まあサポートはこの2枚いいかなという感じですね。結局のところこういうシンプルな方が一番使いやすいんで、何も考えずにぶん回せるデッキが僕的に好みなのでね、こういう感じになっております。まあちょっとね、クロバットの値段さえ目をつぶれば、あとボスですね、ここで2000円2000円2000円で6000円かかるのと、あとそこで1枚2000円かないのはするよね。
出るだけだ。そうだね。あとまあそこで5000、5000で1万6000円以上、まあ2万円以内で収まるんで、正直2万円の価値はあるかってところなんですよね。正直強いけど、そうメタラメすぎてて2万円出してまで作るデッキではないと。今組まなくて、そうパック開けて出たら作ればいいんじゃねっていうデッキです。まあ面白いんで、さあ試してください。ベンチ8体受けると楽しいよってことで、それでは次のデッキ紹介いきましょう。ゴー、はい、三振ザシアンのデッキレシピですね。はい、まずここ、三振は、はい、三振は、3枚です。まあ、2枚でもいいかなと思ったんですけど、まあ、じゃあ、まあ、2ターン目に絶対まずオルタージェニス打ちたいんで、まあ、ちょっと引けないと困るんで3枚です。ザシアンは、まあ、もともと4枚だったんですけど、まあ、無限ダイナとかが出てくるようになったんで1枚、ザマゼンタに変えました。で、まあ、あとデゼン2枚と、まあ、あとハッピーマッチ用の私らがですね。でギークアタッカーは、ギークは、ジラルドンと、サルジェイ・アリウータ、あとミュウですね。まあ、ミュウはちょっと真諸説あるんですけど、まあ、ジナイパーのバラ巻きとかを食らわなかったりするんで、まあ、ありかなと。でジナイパー、ジラルドンはジュナイパーを借りようで、オルタージェネシス込みで、まあ、ちょうど140点出るんで、まあ、ジュナイパーを、倒せますというふうになっております。でボール系ですね、まあ、クイボ、まあ、クイックボール、まあ、ポケモンそれなりに数いるんで4枚で、まあ、デデンに三振に触る用の、プレシャスボール2枚、で今クラッシュハンマー4は、まあ、ミラー対面だったりとかで、まあ、相手のね、オーロラエネルギー割ったりとか、まあ、単純に表が出れば、まあ、相手はもう一旦、まあ、もう一回同じポケモンに手配しないと殴れなくなるっていうので、まあ、そこが強いですね。で、まあ、操作用は、まあ、まあ、無難っていう感じで、入れ替え4も無難ですね。まあ、4枚入れてます。で、付け替えに関しては、もし自分が高校になってしまった場合は、やっぱり、まあ、こいつの間に俺たちに打っておきたいんで、まあ、3枚積んでますと。でツールスクラッパーはまあ相手の風船とかですね、まあ、落としたい、まあとお守りとかですね。でグレードキャッチャーは、デレンネだったり、あとは、イベルタル GX を、カルタルに出てます。でサポートは、博士の研究4枚と、まあ、マリー3枚、まあ、あとボスのシール2枚ですね。まあ、ボスはちょっと、まあ、もう1枚欲しいかなっていう感じで、でスタジアムは、単純に相手を制限できるんで、まあ、コントのうねり2枚です。あとエネは、鋼エネが9枚、オールラエネルギーが4枚って感じになってます。はい。まあ、よかったら組んでみてください。